富山の堀光道です。今回はですね、富山県知事選挙の選挙違反を見つけましたので、紹介したいと思います。そしてですね、今回紹介する選挙違反に関してはすでに警察に通報済みですので、よろしくお願いします。はい、ということで、早速選挙違反を見ていきたいと思います。はい、こちらになります。ツイッターに投稿されたアンケートになります。10月に行われる富山県知事選挙、皆さんは誰に投票しますか？新田さん、石井さん、その他というようにですね、アンケートが投稿されています。はい、僕はこのアンケートに関して選挙違反だと思います。はい、ということで、今回紹介した、ツイートアンケートが、選挙違反と、いうことだったと僕は思うんですけども、選挙違反っていろいろありますけれども、その中でも今回のですね、違反っていうのは人気投票の公表の禁止に当たると思います。人気投票の、公表の禁止と、はい、いうことで、人気投票の公表の禁止と、いうことなんですけども、要するにその、今回ツイッターのアンケートということで、誰に投票するかっていうその投票先をアンケートしてはいけないっていう、簡単に言ったらそういう、それの禁止になります。はい。で、この禁止なんですけど、人気投票の公表の禁止なんですけども、これについては、公職選挙法という、法律に書かれています。公職、選挙法ですね。公職選挙法という、法律に、書かれています。はい。で、公職選挙法の138条の3項ですね。138条の3項に書かれています。はい、要するに、今言いましたけど、人気投票の公表の禁止ですね。ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、その、アンケートしてはいけないってことです。要は、投票先。誰に投票しますかっていうことをアンケートしてはいけないよっていう、そういう法律になります。はい、それを禁止する法律が、公職選挙法の138条の3で、定められているということに、なっています。はい。で、この人気投票の公表の禁止ってね、選挙に詳しい方でも、もしかしたら知らない方結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。はい。例えば選挙に立候補された方は、公職選挙法は、ある程度は知ってるけど、でも、人気投票の公表の禁止っていう、要は、この言葉っていうか、要するに、投票先をアンケートしてはいけないっていう、要はそういう、法律は、知らない方意外といらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。選挙違反っていうのは、多くはその事前運動っていう、とかね、要はそういう、ものがありますけど、要は事前運動だったらね、結構、選挙違反としては、メジャーっていうかね、なんかよくあるのかなと思いますけど、人気投票の公表の禁止って、こういうアンケートとかね、そういう、関係の、そういう、それを禁止する法律っていうのは、あんまり聞かないので、あまりその、触れる機会がないと思いますので、今回ですね、たまたま、そのツイッターを見てたら、今回のアンケートを、見つけたので、で、警察の方に、一応報告っていうかね、通報っていうか、しておきました。なので、僕は、通報しただけなので、あとは警察にお任せするということになります。はい。僕個人的な意見からすると、今回のアンケートは、人気投票の公表の禁止に、定職当たるんじゃないかなと、思います。はい。やっぱり結構知らない方ね、その公職選挙法ってこの言葉自体ね、知らない方もいらっしゃいますし、選挙違反はなんとなくわかる。うん。でも、これはなかなか、ご存知の方って結構少ないんじゃないかな、なんてちょっと思ってるので、結構やりがちな、っていうかね、やってしまいがちな、これを知らないと、
結構やってしまいがちな、なのかなと思います。今、そのインターネットというかね、その SNS で、やっぱりアンケート機能っていうのはありますので、ツイッターでもありますし、Facebook でもありますよね。で、そして YouTube でも、アンケート機能ありますので、そういうところで、そのアンケートって、その誰でもどこでも、どこでもっていうかね、その誰でもアンケートを、取りやすいので、取りやすい環境ではあると思いますので、まあ本当はこういうのは注意していただきたいなと思います。はい。で、もしね、まあ今回、紹介しましたけど、それ以外でね、なんかそのアンケート取ってるとかね、いうものがもしあれば、僕に、一報ください。はい、ご連絡いただければ、これは、まずね、僕もちょっと判断してみようかなとかって、判断してみて、もし、これに、抵触するんだったら、当たるんだったら、その警察に報告した方がいいしっていう情報提供というかね、通報した方がいいしっていうふうに思いますので、皆さんね、もし見つけたら、連絡いただければなと思います。はい、皆さんね、通報とか、その警察になかなか通報とかしにくいと思いますので、僕は全然できるんですけど、皆さんはちょっと、しづらいかなと思います。結構緊張して、僕も緊張しますけど、何回かやったことあるので、はい。なので、皆さんね、変わって、僕が通報するっていうような感じだとね、皆さんは連絡するだけでいいので、僕に連絡するだけでいいので、また、また教えてください。はい。ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。